2015年7月ドラマ、日曜日夜9時、TBS 系列、日曜劇場、ナポレオンの村。とある破天荒なスーパー公務員の類まれな行動力と奇抜なアイデアで限界集落が蘇る。市長も村人さえも諦めた消滅寸前のどん底の村が心を一つにしてたくましく生まれ変わっていく姿を描く壮大なオリジナルエンターテイメントドラマ。公式サイトのイントロダクションによると、世の辞書に不可能の文字はない。かつてフランスにそんな名言を残した一人の偉大な英雄が現れた。男の名はナポレオン・ボナパルト。時代は流れ、5年後に開催するオリンピックに浮き足立つ東京。そんな東京都の西の果て、山奥の限界集落神楽村に一風変わった男が現れた。男の名は浅井英二。消滅を待つばかりの村に突如やってきた百戦錬磨の公務員は、不可能を可能に変えてしまう底知れぬバイタリティの持ち主だった。役人は役に立ってこそ役人であるという確固たる信念のもと、単身星川市神楽村に飛び込んでゆく。ということでね、そんなスーパー公務員浅井英二を演じるのは、昨年2014年4月クールのこの TBS 日曜劇場ルーズベルトゲームで主演を務めた唐沢俊明。で、今回の役どころに関して唐沢俊明自身は、過疎化という今現実に起きている問題をテレビドラマで扱うというのがとても面白いと思いました。現実に起きている問題をどんな方法で解決していくのか、僕個人も興味がありますし、ドラマとしてどう表現していくのか楽しみながら演じたいと思います。僕が演じる浅井はつかみどころがなくて考えの読みがたい男です。そんな浅井が最終回までにどう変わっていくのかも興味深いですね。で、そんな主人公を取り巻く登場人物とキャスティング、まず星川市市長福本淳也には沢村一樹。おしゃれでダンディーな空気をまとい、市議会などでの演説の口調も爽やかなので、イケメン市長として全国区で人気がある。地方自治体の首長として困窮した財政を立て直すべく、効率を最優先とした確固たるビジョンを持っているため、浅井の改革案をことごとく阻む。そして市長の秘書高田千秋に橋本真奈美。一見おっとりしていそうに見えるが、実は市長を自分のものにしたいと企んでいる。それから浅井英二が勤めることになった星川市役所農林商工課の面々、職員三崎ゆかりに麻生久美子、市長から優秀な君にしかできないと浅井の監視役を命ぜられる。外面はいいが家ではガサツでだらしない。ストレス発散はテレビゲーム。三代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎が演じる弟でたった一人の家族、三崎直人曰く本物の性格ブス。最初は浅井に反発していたものの、いつの間にか巻き込まれてしまう。続いて農林商工課の課長山田大地に室強、市長の腰巾着、市長の命令で浅井が進めようとするプロジェクトの邪魔をする、勝手なことばかりする浅井に手を焼く。同じく職員北文雄に岩松亮、農林商工課一番のベテラン、かつては市民のために情熱を持って仕事をしていたが、加齢とともにその情熱は失われている。同じく職員役に浜野健太、水谷里穂、千賀由紀子。一方浅井が活性化を目指す神楽村の面々、まず神楽村で代々続く神主の末裔菰田幸三郎に一世尾形、細々と農業をやりながら一人で暮らしている。村の長老的な存在で、彼の発言は村の誰も無視できない。マイペースでひょうひょうとしていながら不思議な威厳を持つ人物。続いて神楽村青年団の代表格源次郎に星田秀俊、製材業を営む、口は悪いが面倒見はいい。同じく青年団のメンバー牛山文治に永瀬タスク、畜産業を営む、村一番のイケメン、誠実で正義感が強い。同じく青年団員役に吉田裕樹、梶原拓人、浦島浩二、さらに神楽村の村人陽吉に谷隼人、その妻民に茅島なるみ、民の姉清にはさつき春子。そして浅井の年の離れた幼馴染で経営コンサルタントの戸川誠に山本浩二。浅井を叱咤激励する一番の理解者であり協力者、神楽村で奮闘する浅井を常にそばで応援する。
まあなかなかにねバラエティに富んだ芸達者が勢ぞろい。ほうということで何はともあれナポレオンの村楽しみにしたいと思いますね。はい。